ジョン・ラカムは18世紀にカリブ海で活動した海賊、ジャック・ラカムとも大きな海賊団ではなかったラカム海賊団はその素ばしっこさゆえに各国の海軍はなかなか捉えられない厄介な存在であったという。ラカムの海賊機は黒字に上には頭蓋骨を下には X に交差させた2本のカットラスを配置した特徴的なデザインで 時を超えて利用されることが多い。キャラコの帽子や衣服を常用していたことから、キャラコジャックの名で知られる。海賊、チャールズ・ベインの総出手として記録される、以前のラカムの反省については分かっていない。彼は、ベインによる信任も厚く、ベインが2隻目の船を手に入れるとその船長を任されている。1718年11月24日、前日に、 フランス軍艦と遭遇しながらも攻撃を試みなかったベインに対し乗組員のほとんどが不服を申し立て投票の結果ラカムが新しい船長に就任した。ベインと彼の支持者ら少数は小舟で置き去りにされてしまった。その後、中村はしばらく漁船など小型船舶を火に数隻を襲う海賊家業を行っていた。1719年、 ラカムたちは王の斜面を得ようと考えていた。捉えた船の船長が未だ斜面の期限は切れていないと語ったからである。ラカムは船長に数々の物資を与え、ジャマイカに行って一味が投降するつもりであることを総督に伝えてほしいと依頼した。船長はこの依頼を引き受けてジャマイカに向かい、総督にラカムの伝言を伝えた。しかし船長が この伝言を伝えるよりも早く、かつて、ベインとラカムが略奪したキングストン号の船長が彼らの老石行為を総督に報告していたのである。ラカムの居場所を突き止めた総督は二隻の武装したスループ船を派遣した。この時ラカムたちは戦闘の準備をしておらず、陸地で歩をテントにして過ごしていた。一味は森の中に逃走した。ラカムと一部の部下たちは、ナッソーに行って、 国王の社面を願い出ることにした。彼らは、ウッズ・ロジャーズ総督のもとへ出頭し、ベインに海賊になることを強要されたのだと主張した。ロジャーズは、この主張を受け入れ、彼らに恩赦を与えた。ナッソーに落ち着いた、ラカムは宝刀の日々を過ごした。この時期、ジェームズ・ボニーの妻であるアン・ボニーと知り合い、彼女と不倫関係となった。ラカムはアンを楽しませるために、 金遣いが荒くなり、金がなくなると、スペインに対する、死略戦の仕事で海に出た。アンは、夫ジェームズ・ニラカムと一緒になるから別れてほしいと、言い出し、さらに町の幾人かの人々に、離婚の承認になってほしいと頼んだ。この話を聞き及んだ、ロジャーズ総督はアンを呼び出し、そのような、ハレンチな離婚をした場合は、ローにぶち込んで、むち打ちの刑に処し、 さらにそれをラカム自身にやらせると言い渡した。もはやまっとうな方法では、一緒になれないと悟った、ラカムとアンは駆け落ちすることにした。ラカムは斜面された元海賊たちを集め、ジョンハマンという死略船乗りのスループ船を盗み、再び海賊となってしまった。この中には、アンの親しい友人であった、メアリリードも含まれていた。1720年8月20日夜半。 ラカムは11人の手下と共にニュープロビデンス島に停泊していたスループ船を強奪した。この知らせを受けた総督はすぐに追悼の武装反戦2隻を派遣するが、一味は逃走した後だった。キューバに向かったラカムの一味は、イギリスの小型スループ船を打破したスペインの沿岸警備船と遭遇する。警備船は海賊船に攻撃を仕掛けたが、 ラカムの船は小島を陰にしていたため攻撃が通用せず翌朝起きして一斉攻撃することにした。ラカムは事態を打破するため真夜中に乗組員全員をピストルとカトラスで武装させ音もなく棒音でスループ船に接近した。スループ船に乗り込んだラカムの一味はスペイン人の乗組員たちに音を立てるなと脅迫し、 船を乗っ取って外洋に脱出した。翌朝、スペインの警備船は、獲物の海賊と打破していたはずのイギリス船を失った、ことに気づいた。その後1720年の10月までの間、ラカムの人味は、ジャマイカやハーバー島、イスパニョーラとを荒らし回った。このことが、あだとなり、襲われた船の一隻が、植民地総督に通報してしまったのである。十月に入ってから、 ジョナサン・バーネット船長の武装スループ船が海賊の探索に乗り出すこととなった。バーネット船長は、ネグリル・アンにテラ・カムの船を捕捉、降伏勧告を拒絶し、逃走の意思を見せた海賊に対してバーネットは、乗船攻撃を敢行したが、これを見た、ラ・カムと乗組員たちは揃って、船底の船倉へと逃げ込んでしまった。看板を守ったのは二人の女性、アンとメアリだけであった。 彼女らは激しく抵抗し、戦争に隠れたラカムらの陸民たちに男らしく戦えと叱咤した。それでも、ラカムたちは奮起しなかったため、メアリは戦争に向けて発砲したという。だが、アンとメアリの抵抗虚しく、一味は最終的に取り押さえられてしまった。1720年11月16日、ラカムと彼の手下の男性全員に対して有罪判決が下り、 セント・ジャゴ・デル・ベガにおいて死刑判決が下された。この時、ラカムと会ったアンは、失望から厳しい言葉を投げつけている。私は、あんたが縛り首になるのは悲しいよ。だけどあんたがもっと男らしく戦っていたら、犬みたいに吊るされなくても済んだんだよ。翌日、ジョージ・フェザーストン、リチャード・コーナー、ジョン・デイビス、ジョン・ハウェルがラカムと共にポートロイヤルで処刑され、さらに翌日、 カトリック・カー・ティトマス・アール、ジェームズ・ドビン、ノア・ハー・ウッドが、キングストンで処刑された。さらに、ラカムたちが捕らえられた当日、彼らと共に酒を飲んでいた9人の男たちにも、海賊の一味に加わったとして、有罪判決が下り、ジョン・イートン、トマス・クイック、トマス・ベーカーが、ポート・ロイヤルで、ジョン・コール、ジョン・ハワード、ベンジャミン・パーマーが、キングストンで処刑された。 エドワード・ワーナー、ウォルター・ラウズ、ジョン・ハンソンについては記録が残っていない。二人の女海賊、アンとメアリにも死刑判決が下るが、彼女らは妊娠を理由に刑の執行の延期を主張した。メアリはその後ひどい熱病にかかり、獄中で息を引き取った。アンは獄中で出産し、処刑はたびたび延期された。彼女の運命は正確には伝わっていないが、 ついに処刑されることはなかったという。ラカムの遺体は海賊を志す者への見せしめとして、鎖につながれ、プラムポイントで晒し者にされた。ジョン・ラカムはもっぱら漁船や小さい商船ばかりを狙うという、同時代の他の海賊と比べると地味で平凡な活動に終始しており、故にその名声は、アンボニーとメアリリードという二人の女海賊を率いていた特殊性にあるとされがちである。 しかしながら、彼は小型船舶を襲うために自らも小型海賊のスループを利用しており、火に何隻も襲いながら発見されず相当な利益を上げるという狡猾な面を持っていた。また、生前のラカム自身によれば他人を傷つけたことはないということもあってか、海外ではラカム本人も比較的人気があり、その名を冠する観光店やロックグループなどが見受けられる。 なお、当時インドからもたらされたばかりの新しい素材のキャラコを好んで着用したことや交差するカットラスの上にドクロというラカム独特の海賊機デザインなどから相当な建物であったようである。ジョン・ラカムの海賊機黒字に上にはドクロを下には X に交差させたカットラスを配置したジョン・ラカムの海賊機デザインは数多い海賊機デザインの中でも とりわけ特徴的なためか、創作作品にたびたび登場する。洋画では、1995年公開のカットスロートアイランドや、2003年以降、大ヒットシリーズの起点となった、パイレーツ・オブ・カリビアン、呪われた海賊たちで、海賊船ブラック・パールが掲げる旗として登場したのをはじめ、事例は数多い。また、タンパベイ・バッカニーズのロゴもラカム式海賊機の、 アレンジである。国内の作品では、テレビ番組海賊戦隊公開ーのエンブレムモチーフとして、この衣装を強く想起させる図案が採用されている。ありがとうございます。